日連続で減少となりました。東京都は今日、新型コロナの感染者が新たに2万9416人確認されたと発表しました。先週の水曜日より4827人減少し、2日連続で前の週を下回りました。重症者は35人で、25人の死亡が報告されました。